If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. その最初の入学の時はもう全然体もガリガリで、もう先輩たちと毎日やるのがいつもやられてたんで、苦痛でもう練習したくないなって思ってたんですけど、やっぱりその1年1年重なるにつれ、やっぱりいい、自分にとっていいところも出てきたり、課題とか出てきたりとしたところをやっぱり克服できた時っていうのが、まあ嬉しかったことで、練習になるともうなんか目つきが変わるというか、そのスイッチが一つ入るというか、そうですね、シューティングとか常にやってたし、トレーニングに対してもすごいちゃんとやって、数字も出してたし、ちゃんとやるべきことをちゃんとやって、それにさらに自分でもう一つ何か加えてやったりしてます、自分で。はい、小野さん自身あんまり口であんまり言う人じゃなかったと思うんですけど、プレーだけじゃなくて後輩に檄を飛ばすこともあれば、自分が間違ってると思ったらすごい言ったことを聞き入れる耳も持ってたし、とても本当なんかチームのために尽くしてくれたなってすごく感じました。本人の中でやっぱり自分がエースとして引っ張っていかなくちゃいけないなっていうふうに思っているんだなっていうのは、私も見ていてすごく感じました。バスケットにかける情熱っていうのをすごく持ってます。本当に真面目すぎるぐらいで、責任感もすごく強い男で、やっぱり去年1年間俺がやらなきゃ俺がやらなきゃっていう思いがすごく強い。それがいい時だったり、ちょっと空回りしてあのミスになっちゃう場面もありましたけども、ただそれも彼の次のステップ、日本代表もちろん NBL では活躍してほしいですし、日本を背負って立つ代表する選手になってきてほしい、頑張ってほしいなとは思います。自分はあまりその声出してチーム鼓舞するタイプじゃないんで、代表とかで経験させてもらったことを生かして、そういうプレーを見せることでチームの士気を上げるっていうことを、最上級生の4年生の時はそういうことを心がけていました。やっぱりその役割っていうことは、やっぱり任命されたからにはしっかり、そのエースって役割を果たさないといけないと思ったし、勝った試合も負けた試合もエースの責任っていうのは常々感じていたんで、そういう責任感をしっかり持って1年間プレーできたのは、ちょっと自分にとっても成長できたのかな、た年だと思いました。そうですね、もうシンプルに何を食べてそんなにでかくなったのか何を食べてっていうか、中学校時代、高校時代は 寮にいたんで、ほとんど寮にいて、休み時間、休みの時はもう寝ることばっかしてたんで、それが原因で多分こんなに大きくなったんだと思います。部活と恋愛を両立させるコツを聞きたいです。上手でしたか？上手ですね。やっぱり楽しむ時は全力で楽しんで、バスケする時は全力でバスケするっていう、そのメリハリ、まあ、もう遊ぶ時にも全力で遊べば次の日も多分バスケも頑張れると思う。音楽一番好きな後輩は誰ですか？お前ってことにしてて、光ってことにしていただきます。乗り越えてきたっていうか、練習とかトレーニングとかペアですることが多かったんで、頑張ってきたその思い出っていうのが、こいつのおかげで自分も成長させてもらった部分もあったんで、光との思い出は多分、まあ、一番って言ったらダメですけど、まあ、なかったんで、後輩としては、まあまあ好きかな。いろいろ、いっぱいお金をもらうと思うんですよ。食事に連れてっていただけたらなと思います。
バンバン連絡してもらえれば全然全力あげるんで、ここまで行きましょう。ロースさんは自主練の時とかはもう一人で黙々と真剣にやって真面目なタイプなのかなと思ったんですけど、いざオフになったりとかすると結構おちゃらけな部分があって、いろいろ人をいじったりとか、あ、結構そういう一面もあるんだなと思いました。可愛いっす。間抜けなところもあるし、本当可愛いっす、いろいろと。あー、ベンチっす。青枠のそこの渋谷キャンパスの、正門入ったところにこういうベンチがあって、ここにベンチがあるんですけど、そこで休み時間溜まって友達とダラダラ話しちゃってる時がめちゃくちゃ楽しかったですね。勉強はとりあえず4年間通して本当にしんどかったですし、やっぱり卒業しないと話にならないと思うし、勉強大変だったっすけど、今思えばために少しはなったかなと思うし、本当に青く卒業できて嬉しいっす。負けず嫌いなのが一つと、自分にいろいろしてもらってるっていうか、親だったら毎日仕送りとかしてもらったりとか、マネージャーだったらいつもシューティングのボールとか拾ってもらったりとか、まあ、そういうことをなんか自分にとっては当たり前っていうことに思えないんで、やっぱりそのおかげで今バスケットができてるって思ってるんで、絶対結果を残さないといけないと思うし、もう絶対に上手くならないといけないっていう感情が出てきたんだなと、出てるんだなと思います。体の変化大きいんじゃなくて、一番本人が分かってるところだと思うし、例えばナショナルチーム行ってもその体だけ取ってみればそれ引け取らないだろうし、コンタクトにも負けるっていうことも十分やっていけると思います。試合のプレータイム時間を多くもらって、自分にできることを精一杯頑張るってことと、あと4月から仕事も始まるんで、社会人に向けて頑張りたいと思います。ああ、もう最高っすもうさまざまな面で勉強も4年間頑張ったし、バスケットも4年間頑張ったんで、青学4年間本当に楽しめたのはみんなのおかげだと思います。